ちは。今日はですね、前回とても好評でした額縁を使ったハムスターのケージを作りたいと思います。今回は作り方をメインに、そして前回の反省点を踏まえて改善したものを紹介したいと思います。今回作るイメージはこのようなものが完成します。ここがガラスになってないんですけど、このようにね、何かつけたい方、穴開けてつけたい方は木の板をうまく使ってつけることもできますし、このような感じでガラスにピタッとくっつけてやる方法もあるので、好きな方でやってみてください。背面全部コルクボードにしてもいいですし、そこら辺のレイアウトは自由に作ってみてください。額縁を6個準備するんですけど、僕がね買ってきたものはダイソーに売ってたガラスの額縁です。白色と黒色の額縁が売ってました。僕が作るサイズはこれをね6個使います。次ね、大きさなんですけど、イメージとしましては横が2個、奥行き1つのこのような長方形のものになります。これから作るケージの注意点なんですけれども、サイズはドワーフハムスターと呼ばれるジャンガリアンやロボルフスキーなどの小さなハムスター用のお家だと思ってください。厳密にはジャンガリアンとロボルフスキー、ロボルフスキーの方が体は小さいんですけど運動量が多いため、ロボルフスキーの方が広いお部屋が必要と言われてるんですけど、ロボルフスキーに対応した大きさです。なのでジャンガリアンは水晶の大きさよりもさらに余裕がある感じになってます。そしてもう一つの注意点があります。このケージはですね、横開きができないです。なので上から手を入れる形にはなるんですけど、ご覧の通りね、このように細長いんですよね。だからね、上から手を入れなくてもこうやってやれば横から手を入れれるので、ハムちゃんって目がね上向きについてるんですよ。上の敵がよく見えるように。なので上からのものにすごい警戒心があったりストレスが溜まるので、もしハムちゃんが起きてる場合はこのように横から手を入れてお世話すれば上からじゃないので怖がらないと思うので、そのようにしてください。でこれで僕作るのまだ2個目なんですよ。2個目なのでまだまだ問題点がいくつかあるかもしれないので、僕の動画を見てみてこの点は良くないなと思った点はご自身で解決していくことを推奨してます。僕も随時動画にアップはしないですが改善はしていくので、この動画に対するこの点は良くないっていうようなコメントは控えていただきたいと思います。今現時点で良くないかもしれませんが、過去の動画だと思うので、過去のものは僕もちゃんと直していってるので、その点のご理解をお願いします。では作っていきたいと思います。このね、額縁にさ、このように留める金具がついてるんですよ。このようにたくさん額縁があって、金具を外すのがすごくね手が痛くなるので、僕はね爪切りのこの持ち手の部分金具にはめて浮かすようにするとすぐめくれるので、額縁がねすごく脆いので、枠をしっかりと手で押さえてから金具を持ち上げてください。金具だけにすごい力を入れちゃうと額がバコって外れる可能性があるので、そこは気をつけてください。すべての金具を持ち上げましたら、これを外すんですけど、このように3枚ガラスとこのようなプリントと木の板があります。この木の板は後ほど使いますので取っておいてください。このようなペンチを使って金具を外しちゃってください。引っ張ると抜けるので、引っ張って金具を引き抜いちゃってください。で、引っこ抜く時なんですけど、上一列は残しておいて横はね全部ちぎっちゃっていいと思います。こういうペンチを使えばねすぐに鉄のやつは引っこ抜けるので抜いちゃってください。引っこ抜いたついでにね、木の板3つ、ここにまた留め具があるので、これをね、引っこ抜いちゃいます。これを外すとね、木の板に穴が開くんですけど、この穴はね、グルーガンで埋めます。はい、これで木の板も金具が取れて、ただの木の板が3枚できました。では早速土台を作っていくんですけど、金具を残してる部分があると思います。それが上になるように、このようになると思うんですけど、これをくっつける位置が、こっちとこっち、両方いけると思うんですよね。こっちもこっちも。図にして解説していきたいと思います。枠組みの作り方が3タイプあると思うんですけど、この茶色の部分が木の板です。ここ色が濃くなってる部分は木の板が重なってます。つまりこの重なってる部分は後々削ることになる部分です。タイプ B もここ枠からはみ出てるので、この部分は削ることになります。いずれにせよ削ることにはなると思うんですけど、 C のタイプが一番ここの隙間が大きかったり削る部分も多かったりするので、 C が一番おすすめはできないパターンになると思います。一番おすすめできるパターンなんですけども A パターンになります。で、僕今回
回作ったのはパターン B を作りました。で、この A と B、ここ白い隙間がありますよね。この白い隙間をグルーガンで埋めていくことになります。で、この重なってる部分は削る感じになります。削り方は後ほど紹介します。まあ、大体の人がこれを見るとパターン A を作ってくれると思うんですけど、パターン B を作る方の場合は、ここよく見てください。ここにさ、ガラスをはめるわけなんですよ。このようなガラスをはめるときにね、パターン B の場合、ガラスが突っかえちゃって入れることができないので、パターン B を作る方は、2箇所にあらかじめガラスをセットしてから、こっちはもうガラスまだなしで大丈夫で、ガラスがはめれなくなるので注意してください。パターン A の方は、ガラスのはめ方なんですけど、このようにガラスを斜めに通して、奥をちょっと入れます。それでガラスをくるっと回せば、ピタッとガラスが入るので、A の方は、ガラスは後からで全然入れることができます。なので B の方だけガラスは注意してください。A が一番いいんじゃないかなと思います。フレームの長さなんですけど、縦が 31.7 センチで、横が 1.1 センチあります。だいたいこれだと横幅65センチぐらい、ざっくりと33センチぐらいですね。そのように計算して、お家に合うレイアウトを選んでみてください。先ほどの金具の部分が上に来るように、全部の金具がね、上に来るように揃えて固定していきます。グルーガンを流していって、ここちゃんとね、90度になるように固定してください。このようなパーツができましたね。これをもう一個作ります。はい、このパーツがね、2つ完成したら、こことここをね、くっつけちゃいます。ここくっつけるんですけど、また注意ポイントね。この金具、全部上に来てることを確認してから、ここをくっつけちゃいます。グルーガン使う人ね、早技ここ。すぐ固定しないとグルーガン固まっちゃうから、一気にやっちゃいますよ。シューってして。はい、できたらくっつけちゃいます、一気に。気をつけてね、ずれないように。しっかりとグッと押さえてあげて、くっつけちゃいます。外枠が完成しました。次に、この底をはめていきます。底なんですけど、若干合わないので、そこは削っていきます。これはね、僕の削り方なんだけど、ペンチを使って、ここの横挟みます。挟んだらこれをこうグイってやると、ほら、ちぎれるんですよ。でね、結構ギザギザで雑に見えますが、こんな感じで大丈夫です。隙間ができても、グルーガンで、綺麗に隙間が埋まるので、こんな感じで削っちゃいます。削るとね、ここ隙間に入ります。これでもまだちょっと削り足りないから、もう少し削ります。はい、はまりました。これをね、3枚合わせるんですけど、合わせるとね、ここ隙間ができます。この木と木の間。その隙間をすべてグルーガンで埋めるので、床がね、ツルツルのところでやってくださいね。で、ここの隙間とここ全部ね、隙間が均等ぐらいになるように開けます。で、隙間にグルーガンを流し込みます。で、グルーガンを埋めていきます。外れない。ちょっと外すのかなり大変だったので、一遍塗るごとに一回ペリって剥がしてった方がいいです。壊れにくいので、くっつかないように剥がしながら作ってってください。はい、こんな感じでね、しっかりと固定できましたら、念のためひっくり返して、裏側からもね、穴がないか確認してグルーガンで埋めましょう。念のため、少しでもね、強度を上げるために。で、裏側にこうやってグルーガン塗ることで滑り止めにもなるので、すごくいい感じです。底が完成しまして、こんな感じでもうある程度できました。最後にね、これにガラスをはめ込んで終わりです。ここにね、ガラスを置いて、で、先ほどの金具はね、ここで下ろしちゃいます。ガチャンとペンチのグリップの部分とかで押し込んだりします。はい、これでね、ガラス1個付け終わりました。こんな感じで全部ガラスをつけていきます。ガラスの固定方法なんですけど、内側をグルーガンで固定した方がいいと思いました。ハムちゃん噛んじゃうよっていう人もいるかもしれないですけど、こう角っこなので噛めないです。内側からね、ぐるっと回り、グルーガンで固定した方が、しっかりとガラスが張り付きますし、ハムちゃんも噛めないので、その方法でやるのが、ガラスも外れなくていいと思います。はい、という感じでね、こんな感じで完成しました。最初にいろんな改善点をお話しさせていただいたんですけど、もしかするとね、まだ良くない点もあるかもしれませんが、これ洗えないっていうもう一個のデメリットがあるので、床にあらかじめビニールを敷いたり、そこの上に床材を敷くといいと思いますので、皆さんはそのようにしたりするといいと思います。衛生面の問題でね、新聞紙とかある方は新聞紙敷いてもいいですし、最初についてたこの A4 のこの紙とかさ、これ水弾いてくれるから、これをそこに敷いてから、その上に床材でもいいと思います。そうしよう。ちょっと僕はそうします。一
見た目がね、とてもおしゃれですごくいいと思いますし、広さもね、かなり広いので、とてもおすすめです。ガラスなので、ハムちゃんが引っかいても傷ついたりしませんし、横も広いので、このようにすれば、ハムちゃんを上から触んなくても済みます。大きいのですごくいいです。高さが最小限の高さだし、横幅がめっちゃ広いので、空気もいい感じに吹き抜けてくれる設計になってると思います。その辺はね、衣装ケースよりも通気性が良く、空気が溜まりにくいと思うので、いい点だと思います。最後なんですけど、この上の部分、上に置く蓋は皆さんそれぞれ自分の好きなようにやってみるといいと思います。僕が思いつくのがね、いいとは限らないので、皆さんがね、一番いいと思う最善のもので、蓋をしてみるといいと思います。ちゃんと上に蓋はしてるんですけど、それをね、紹介すると、いろいろ賛否両論あるので、蓋に関しては、皆さんがいいと思うものを選んで使ってください。こんな感じですごくいいお家ができるので、よければ皆さんもぜひ作ってみてください。そして改善点とかありましたら、ぜひコメントで教えていただけると嬉しいです。これから作る方も、その改善点を踏まえて、いろいろ作っていったり、僕も視聴者さんからいただいた改善点でいいなと思うものをやっていきたいと思いますので、ちょっとね、まだ僕もこれ2作品目なので、これからね、どん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 手を加えてより良くしていこうと思ってます。皆さんもぜひ作ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。